とてんちゃんです。はい、あ、すいません、僕がスーツなのはちょっとあの次の撮影で着なきゃいけなくてスーツだってのはちょっとまあ気にしないでください。はい、以前ですね、元スタバ店員のてんちゃんが教えるスタバの無料カスタムトップ5っていうのをね紹介したんですよ。今回はですね、元スタバ店員のてんちゃんが教えるおすすめカスタマイズトップ5フラッペおすすめカスタマイズトップ5フラペチーノ編をやりたいと思います。いや、いやーもう噛みまくったわこれがトップ5なんですね。はい、一回もう下げて順番にトップ5から紹介していただこうかなと、ね、そうですね。ちょっとねフラペチーノってあのちょっとあの早く紹介しないと溶けちゃうからね。そうね、溶けちゃうね。はいはいはい、はい、あ、これはぼちぼちで、はい、はい、では早速トップ5からお願いします。はい、じゃあ第5位はこちらです。これは何ですか？こちらはバニラクリームフラペチーノにシトラス果肉を追加しました。ほう、はい、ほうほう、これピンボケ怖いんだよな、大丈夫かな。あ、ダメだ、俺の大きい顔に合ってる気がする。あ、これいけてるかな。はい、こちらです。はい、大丈夫ですかね。いけてますかね。戻ってきたかな。はい、戻ってこなかった、これ後半もう最悪だ、ね、はい、店員さんが気を利かせてくれてね、普通のストローもあるんだけど、このワイドストローっていう太いやつ、これ果肉入れてもらったから、お、太いのにしますかって言ってくれて、これで飲みましょう。シトラス果肉って何、そもそも。ユズシトラスティーっていうドリンクに使ってる果肉、ほうほうほう、なんだけどフラペチーノとかに入れることができるの。へえ。プラス100円だったかな。ほうほう、じゃあちょっと高めやね。いただきます。はい、これが果肉か、これがユズだ。あ、めっちゃユズ、うん、うん、美味しい、めっちゃユズ。混ぜたりしても美味しいかもね。爽やかな感じになるフラペチーノです。美味しい。シトラスこれ入れてることによって甘さが若干控えめになってる気がする。あー、酸味もねちょっと入るからね、うん、おーほーほー、あんずみたいな感じになるかも、うん、かな。この果肉っていうのはこれしかないの、他にも果肉あるの。なんか果肉はこれだけ。なるほど、うん、トップ5はこれってことはね、トップ1どんなもんかちょっと楽しみですね、うん、続きましてトップ4、こちら4、マンゴーパッションティーフラペチーノのティー抜きでホワイトモカシロップ追加しております。パッピンロケしてる、大丈夫、大丈夫、みんな大丈夫、大丈夫、戻って、ピント戻ってみて、はい、はい、これがこれね、知ってる人は知ってると思う。噂によると桃の味がするらしい。マンゴーなのにっていうフラペチーノです。なーにー、やっちまったな。男は黙って桃、あ、すいませんでも言ってもマンゴーなんで、はい、桃だと思って飲んでみたら結構桃だと思う。目つぶっとくか、いただきます。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、アルコール。なんかマンゴーと桃の割合で言うんだったら、桃が9割、マンゴー1割、後味が若干だけマンゴーな気がする。結構じゃあ桃、うん、いや、ほ、え、桃だよ、普通に桃、うん、よかったよかった。これね、結構有名かもしれない。スタバお好きな方は多分知ってるかもしれないけど、いや、桃飲みたかったらマンゴーのこれにすればいいってことやね。桃の商品がないからさ、あの期間限定した、うん、はい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 、で飲みたい時はこれいいですね。なるほど。で、今回のカスタマイザーの概要欄にね全部貼っておくんで、ちょっと気になる方はねそれを見て頼んでもらえれば。チャチャラス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 ってやったら桃の気がする、うん、ではトップ3お願いします。ドンドドン、はい、はい、こちら抹茶クリームフラペチーノ、抹茶パウダー多めのホワイトモカシロップに変更しております。ほ、大丈夫、ちょっと見えますか、皆さん。よし、はい、抹茶のフラペチーノってもともとバニラが入ってるんだけど、うん、シロップ、うん、それをホワイトモカにしたらちょっと濃厚なというか、え、けどホワイトモカって何なの。ホワイトチョコのシロップかな。ホワイト、あ、じゃあチョコなの。ホワイトチョコのシロップ、ホワイトモカシロップに変更すると大体どれもちょっと甘くなってまろやかになって、うんうん、まあ、甘いの好きな人だったら変更するのおすすめ。ここは無料、抹茶パウダーお召してるんで抹茶感アップしてます。いただきます。どうぞ。てかもうやっぱちょっと溶けてるのが悔しいね。あ、我々あの田舎に住んでて近くにスタバがないんですよ。なんで車でスタバにウェーンって行って、で戻ってくるまでの間にやっぱね溶けてるっていうね。ピエンピエン、車で今度取るか確かに、うん、いただきます。うん、これめっちゃうまい。お、抹茶フラペチーノってよくね僕も飲むんですけど、それよりすごいこっちの方が全然うまい。お、今んとここれがトップ1、私の。店員さんしてるとさ、うん、
なんか店員さんしてるとか可愛いね。そう、店員さんしてると想像で結構さ、はいはいはい、何合わせたら美味しいとかなんとなく分かってくるね、うんうん、だこれも実際やったことあるかどうかは私微妙ですけど、美味しいかなと思ってやったんですよ。うまい、うまかった、結構うまいわ。皆様こちらの抹茶フラちなみに今日の5個の中でこれだけ唯一無料でできるかな確か。おお、この前は紹介してない、この前は紹介してない。これ良き良き、無料だってみんなやった方がいいよ、うまいよこれ。やったらコメント欄で感想教えてね。イエイ。ではトップ2お願いします。ドン、こちらはバニラクリームフラペチーノにチョコチップとチョコソースを追加しております。これはね結構人気のカスタマイズですね。もう王道カスタマイズだと思いますね。ちょっとね、時間が経ってチョコチップがめっちゃ浮き上がってるから、あちょっとあれだけ変な感じだけど、バニラにね、チョコチップ、チョコソースがついてるからちょっとオレオっぽくなる。オレオ好きでしょ。好き、いただきます。なんかさ、抹茶飲んだ後だからさ、甘さが控えめな感じになる。あやっぱ元がこれバニラのシロップなんで、うん、やっぱホワイトモカのシロップの存在感っていうのがね、やっぱ強いんだわ、さっきのやつね。これをホワイトモカに変更しても美味しいかも、うん、ほんとカスタム無限やね。はい、ではラスト第1位ですよ、はい、トップ1よろしくお願いします。はい、トップ1はこちら、ダークモカチップフラペチーノホイップ抜きのエスプレッソショット追加というカスタマイズをしております。なんか結構黒め。これはもう完全に私が一番好きなものをちょっと今日は1位にさせてもらいました。まあでもそれが一番よ。スタバ店員さんがいろんなねスタバ飲んでる中で自分がこれが一番だっていうものを紹介するのが、ね、はい、一番説得力あるんですよ。どう思いますか皆さん。そうですよね。はい、あのね私は甘すぎるのよりちょっと甘くてほろ苦い方が好きなの。もうその好みが完全に出てるんだけど、うん、エスプレッソショットっていうあのコーヒーを入れて作ってて苦味がねプラスされてて、でホイップ抜いてちょっと甘みも減らして、ただねエスプレッソショット熱々を入れるからさ、溶けやすいの他のやつより。なるほど、これをする方はもう即座に飲んでください。じゃあ我々はダメだね。はい、もう多分結構液体になって、うん、でも味は美味しいと思う。私はもうこれが大好きです。じゃあ元スタバ店員のてんちゃんおすすめナンバーワンをいただきたいと思います、はい、いただきます。あ、これ本当に甘いのがちょっと苦手だなっていう方はこれマジでいいと思う。飲みやすい。これがてんちゃんのトップ1。トップ1、うん、じゃあ私のトップ1行かせていただきます。ちょっとトップ5出すわ、この中から。トップ5、僕ちょっと逆かな、このトップ5かなかなと思った。うん、全部美味しいのよ。だからこの中で順位をつけるならって感じ、僅差かな。トップ4がこれかな、トップ3、トップ2、トップ1、僕はこんな感じかな。全部でも本当に美味しかった。これはね私のなんかねちょっと癖入ってるからさ、これ好きっていう人よりはやっぱこっち好きな人の方が多いと思う。うんうん、だからまずはねこっち側を試してみてほしいかなと。ザ・スタバを飲みたい時はこっちかなって、うん、甘さ控えめなものが飲みたい、でもコーヒーじゃないなっていう時はこれかな。めっちゃ暑い夏とかはこれ、あ、そうね、っていう感じかな僕は。はい、はい、最後てんちゃんの順番で並べると 1,2,3,4,5 ということで、これが元スタバ店員のてんちゃんがおすすめするフラペチーノカスタマイズトップ5でございました。今回紹介したこのカスタマイズはですね概要欄に貼っておきますので皆さんぜひともチェックしてみてください。ということで今回の動画が少しでも参考になったと思ったらぜひとも高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。てんちゃんでした。ちょっとテンションおかしかったねこれね。バイバイ。バイバイ。ピンボケしなければいいんだけどな、不安だな。